脳性麻痺の症状や重症度は一人一人異なるため、個々に合わせた治療が行われます。まずはリハビリテーションによる治療があります。理学療法、作業療法、言語療法などがあり、筋力を改善するためのエクササイズ、運動機能の発達を促す訓練、日常生活の動作のサポート、言語能力やコミュニケーションスキルを向上するサポートを行います。生活の不自由を改善する目的で患者に合った装具を作成することもあります。歩行を安定させるための足の装具や杖、バギーや車椅子、食事のサポートをする装具などがあります。筋肉のこわばりを改善するために薬物治療を行う場合もあります。近年ではボツリヌス毒素の注射による治療が普及してきています。神経から筋肉への情報を伝達する物質をブロックすることで筋肉のこわばりを改善することができます。整形外科的手術によって治療を行う場合もあります。手術の例としてはアキレス腱の延長手術や膝・股関節の拘縮や股関節脱臼を修復する手術などがあります。変形した骨・関節・筋肉を正常な状態に近づけ、姿勢改善や歩行の安定などにつなげることを目的としています。原因は多岐にわたり、特定することが難しいケースもありますが、脳性麻痺の予防の一つとして妊娠中の感染症を予防するワクチンの接種が有効と考えられます。また妊娠前や妊娠中の定期検診、妊娠中の適切な栄養摂取、禁煙・禁酒など基本的な健康管理が重要です。また赤ちゃんが仮死状態で生まれた場合は、脳性麻痺の原因になりうる脳の障害を回避するため、新生児低体温療法と呼ばれる治療法が行われることもあります。専用の冷却装置を使って赤ちゃんの体温を下げ、下肢によって起こる脳の障害を回避することを目的として行われますが、治療の適用についてはガイドラインなどで定められているほか、個別の状況に応じて医師の判断により方針が決められます。脳性麻痺と一口に言っても軽度なものから重度なものまで幅があることを理解することが重要です。脳性麻痺の子のケア、特に可能な限りの QOL、 生活の質を実現するという点でできることは多くあります。